あのうんちおしっこは？おしっこはあの朝病院に来る前に一回 して、で帰ってからはしてないですけど、うんちが出ました。あ、うんちはしたんですか？はい。ちょっと身体検査します。結構出ました量がもしかして吐いたので。あ、食べたの全部。朝ごはん全部出ちゃった。え、が11時44分に出て。石井さんが早く帰りたいみたいで。あ、本当。血液検査で安全もでもいいですか。見て、お昼に。あの欲しがったもんですから、入ったからどうかなと思ったんですけど、あの揚げたら 8.5 グラムぐらい食べちゃって、ああと思ったら、あの20分ぐらいしてから吐いちゃいました。食べた分だけだから、あ、これはと思って、朝が明日まで待とうと思ったんですけど。いや、でもらった方が良かったんですが、2回も吐いてない。1回ならまだいいですね。2回だったんで。食べてまだ吐いたらいいかな。生まれて初めての。初めてだからちょっと慌てちゃった。すいません。吐き癖のある子とかだったらだけど全然ないんで。あのでもやったので私あのアトピカを飲ませましたわね。で前の日も飲んでんだけど。あれも分かんないね。そしたらですね、ちょっと今からあの脱水してるから、ちょっと点滴して、吐き気を抑える処置をします。はい、それで、さすがに吐き気を抑える薬を打っても、そんなすぐには効かないんで、はい、2時間経ってから、はい、処置が終わって2時間経ってから食事。あ、ご飯やってもいいですか？2時間経ったらね。はい、ただあのお水もご飯もさ、ちょっと控えめにやっといてほしい、ね。そうですね。はい、だから2回か3回ぐらいに分けるつもりで食事やってもらいます。はい、で、とりあえず3分の1やって、吐かんかったらまたちょっと時間を置いてまた食べちゃって、そんな風にやってください。この子食べるのじゃあ、でも食べなかったらもうそのままでいいですよね。もし食べなかったらそのままにして、はい、分かりました。あの、この今の感じをつけて、で、申し訳ないけど明日もう一回見せてもらっていいです。え、明日もう一回見せてもらっていいですか。もう絶対明日、朝、はい、朝、その前にお腹チラッと見せて、お腹はどうなってんの。お腹はですね、2回目したらちょっとなんか朝よりは やってないね、だいぶ収まってるね。で、2回目の先生おっしゃったように2回目を3時にやって、気が入るんだよね、ここに、じゃあ普通にしてください。はい、そっち側向きでいいですよ。全部入れます。全部にもう少し。もし終わりそうになったらちょっと呼んでくださいね。はい。はい。
調子悪くお仕事がちょっと前くらいからさ、半分に半分に座っていただいて、すぐ始まる。すいませんね、ちょっと。入ったことなかったら確実ね。何時からだった？明日土曜日だったら。そうだね。じゃあその間に。朝が10時だよね。朝来たら何？夜の方がいい。じゃあ夜の。
点滴を今 180cc ぐらいしました。で、あとこれは総合ビタミン剤とちょっと肝臓の機能を高めるんですね、それから吐き気止め、でかなり強力には効くんだけど、効き出すまで1時間かかります、はい、それからあと痛み止めね、お腹が多分痛いと思うからちょっと痛みを和らげると、そういうことをして、ちょっとあとお腹にねスーパーライザー当てますね。